はい、皆様お元気にダンス練習していらっしゃいますか？今回はですね、上級者及び競技選手向けですね、時々やっております音楽にぴったり合った踊り方、スロー、素で出ずにローでつくという踊りですね。それからまあ今回は、スロークイックイックがワンツースリーフォーにあったりするフレージングということもちょっと説明していきたいと思います。ではチャンネル登録も何卒よろしくお願いします。10万人目指しております。はい、皆様こんにちは、こっち、こっち、こっち、皆様こっち、皆様こんにちは、ダンサー内藤でございます。本日お会いいただけるのはいつも通り陽子先生です。スローフォックストロットいつも言ってますように、まあ、トッププロの皆様もねかなりそういう踊り方をしているという、まあ、スローですね、スでつかずにロでつく、ね、そういうこと、それから、まあ、それと関連して、フレーズ、ね、小節をきちんと裏カウントに、ね、なったりせずに、裏カウントというのはこの例えば、まあ、フェザーステップとかの時ですね、だいたい小節に対してワン、ツー、スリー、フォーというふうにクイック、クイックがね、スリー、フォーに合うといいんですけども、そのまま無造作にすれば、例えばスリー、フォー、ワン、ツーというふうにね、これは裏と言ったりしますよね。本当はワン、ツー、スリー、フォーなのにスリー、フォー、ワン、ツーというね、できればこの出発のこれをワン、ツーに合わせた方がいいのでね、そこでまあ一番最初から簡単にベーシックステップでね、スタートしたとして、ね、まあ、こういうふうに、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトときたら、ね、スでこう乗らずに、スロークイック、クイック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 。ってな感じにね、まず、素で乗らずにローでね、これをちょっと音楽に合わせて簡単にレッスンしたいと思いますが、これはまあいつもね言っていることでございますから、まず悪い例の方からねちょっとしましょう。特にリバースウェーブといいますが、この
ずっとバックしてくるところですね、男性がね、ずっとバックしてくるところは特に、なるべく3、4、1、2にならないように、1、2、3、4で、こういうところは本当にどんどん早くなってしまいますので、まあ、最近もね、競技会とかのみならずメダルテストで先生が踊るの、ね、先生とか生徒さんが踊るのを見てても、まあ、そういうふうにどんどん早くなってしまったりとかね、だから正確に1、2、3、4ね、スーロー、クイック、クイックね、スーでついちゃうともう早くなってしまうので、ね、ローを待つことになるんですけど、どんどん早くなっちゃいます。はい、ここは特に強調したいことなので、解説しておきますね。この、まあ、リバースウェーブから始まるような、このずっとですね、男性が後退するところは特に競技会でもよく用いられるステップですよね。これはリバースウェーブのウェーブ、波ということですがね、こういうのがたくさんあるので、ウェーブズとかバックウェーブズと言ったりしますね。男性が後退してずっとこうスロークイック、クイックの波を作ってくるわけですが、で特に注意するところは、ここはなるべく1、2、3、4で合うように踊りたいものです。スロークイック、クイックが3、4、1、2とかになると、やっぱりちょっと音楽に合ってない気がします。審査員はそういうとこ非常に見てますのでね、ですから一生懸命足を使って踊るとかではなくて、そういう特にこのウェーブズ、今言いましたリバースウェーブズのところで、そういうふうに音楽がちゃんとスロークイックに合っているか、そして、素でついてしまうと、先ほどから解説していますように、いつも言ってますように、どんどん速くなってしまうので、もうスロークイックぐらいで3歩終わってしまうので、特に素でずっと滑らせてですね、素そしてロでつくということを、このウェーブズで特に意識するといいですね。そういうのが上質の踊りというか、非常に音楽に合った踊りに、なりますので、そこら辺を非常によく練習されるといいのではないかと思います。では講義に戻ります。スロークイック、クイック、スロークイック、クイック、スロークイック、どんどん速くなっちゃう。まあ速くなったからといって、それでその時点であんた失格とか落とされるわけではないもんでね。で、まあこれ別に足学も説明してるわけではないんですけども、今のリバースウェーブずっと交代してスロークイック、クイックで、ここでチェックすれば、ここで折り返して、またスロー、メダーステップで、今度はフォーラウェイリバースからとか、大技にね、入ることができますが、その際は気をつけるべきことはですね、やはりフレージングですね。皆さんよく見かける点は、例えば今、フォーラウェイリバースから、テレスピンしましょうかね、テレスピン、スローアウェイバースで、テレスピンでぐるぐる回って、スローアウェイバースでしましょうかね。例えばその前まではまあスロークイックでちょうど1小節分ですから、何小節かね、でこれがちょうどワン、ツー、スリー、フォーというふうに、ね、競技選手の皆さんはそういう数え方にも慣れてると思いますが、でこういうふうにフォーラウェイリバースして、そしてテールスピン、ね、ヒーロー、そしてスローアウェイを合わせをして、まあ、例えば返して、そしてフォーワー、トゥー、ビービーで次へ行くとかいうような場合に、もうここからどんどん加速して走っていっちゃう。ね、こういうふうに、フェザーからいきましょうかね、フェザーね、こう、スリー、フォーしたらもう、とりあえずね、フォーラウェイしたらもう、関係なしにね、ぐるんどんどん行って、シャーっと行って、そして、ね、でもちろん、起き上がってから、ワン、ツー、スリー、フォーとね、まあ、それでも悪くはありませんし、まあ、むしろそうした方が、そこだけビューンとすごいスピードに行って、ふわーっと開くので、ある意味いいかもしれないね。でもまあね、そんなこと言ったら悪さときりがないので、まあやはり気をつけるべきは、今のフレージングしてみますと、ワン、ツー、スリー、フォーですね。で、次、テレスピンは大体クイックが多いんですけどね、ワン、ツー、スリー、フォーですから、まあ、8ビートで数えれば、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォーで、今、この場合はスリー、フォーでスローを合わせるね。そうすると、もし切り返せば、スリー、フォー、ワン、ツーまでするとか、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。そうすると、ワン、ツー、スリー、フォーとかね。だから重要なことは、そういうふうに、カウントっていうか、その、ね、ここでいくつスローを使うとか、ピクチャーフォーとか、それから、テレスピンの時に、めったやたらに走るんじゃなくて、ちゃんと、タン、タン、タタ、タン、タン、当然音に合わせて、することですよね。
で、私がおすすめなのはこういうカウントですね。あのフォーラウェイリバースはワン、ツー、スリー、フォーで、ね、ワン、ツー、スリー、フォーで、一緒に使いますが、次改めてテレスピンも、テレスピンを強調するためにスローというね、クイックではなくてヒールタグのところをスローで取ります。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトとなりますね。これはセブン、エイト、今の流れだと、さっきはファイブ、シックスで来ましたけども、あのスローに変えましたので、セブン、エイト。そうすると、たぶん、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトか、あ、今、切り返しはしなかったね、忘れちゃった。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、4ね、4になっちゃったら別に全然構いませんからね。あの小節が偶数国か奇数国かはほとんど関係ないのでね。だからこういうふうに、要するに裏になるのを下げたいわけですね。ここで例えば1、2、例えばだけどこれが5、6になって7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2になるとこのスローが3、4に出ちゃうので3、4よりは1の方が難しいですね。だからそんなのなら別にスローを一つ調整するだけなので、例えば、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスの後に、セブン、エイト、ワン、ツーとすると裏になるので、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトで出れば合いますよね。で、ただそれは現場でそういうふうに考えるんじゃなくて、もちろんあらかじめ、もうそれはステップも、協議会とかだったらあらかじめステップが決まってるように、当然そういう、まあ、こういうのをフレーズに合わせるということでフレージングと言いますけどね、そういう風にするべきですね。ではその今言いました3通りね、あのフォーラウェイからとりあえずぐちゃぐちゃにいっちゃう高速でいっちゃう、これが一番いいと思うんだけどね。それから2番目はあの2番目は何だっけな、あのビートにねちゃんと合わせて行く。で一つ目は、まあ、テレスピンのところもクイックでねあのしてみたいと思います。で三つ目はテレスピンのところね、これは二つ目は今言ったようにテレスピンをクイック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 ね。で三つ目はテレスピンの最初のテレマークのところをクイックではなくてスローですね、スロークイッククイックとね、こういうふうにして、まあ、フレーズに合わせるのをちょっと踊ってみたいと思います。Thank you.
かがでしたでしょうかね。まあ、このように、トレイルはスロークイッククイックですね。ベーシック的なスロークイッククの、ステップはスロークイッククイック。スロークイッククイック。スは滑らすのに使って、スローで、ローでつくね。ワン、ツー、スリー、フォー。そうすると、ツー、スリー、フォーという部分を均等にポンポンポンといけばいいので、速度を出しても、ゆっくり踊るときでも非常にコントロールがしやすいわけですね。ワンでついてしまうと、スロークイッククイックというふうに200目を止めないといけないのでね、大変ですね。で、それから、まあ、ね、ポーラウェイリバースのところは、まあ、いろいろありますね。例えば、ポーラウェイからテレスイール、ね、ポーラウェイリバースをして、テレスインからテレスイール、ね、シュー、ビュービュー、ビュンビュンビュンね。で、ポーンと来て、ぐるぐるぐるとかね。私たちが好きでよくやってるやつですね。でそういうのでもそうですが、もうどんどんカウント関係なしに走りまくるんではなくて、やっぱりいつも1、2、3、4で、8ビートじゃなくてもね、1、2、3、4で全然数えるのね、いいので、例えば今のはどんなのかな。1、2、3、4、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 ワン、ツー、スリー、フォーとかね。必ずスロー、スローというふうにスロー2個に、スロー2個で一小節ですからね。で、こういうふうに合わせれば、いつもパン、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 パンという音楽に非常に乗って、いつも踊ってるなという感じになるので、基本以外なんかでもバッチリじゃないかと思います。スピードを競うわけではないので、どんどん速く、自動車レースで速く踊ればいいと思うんじゃないかね。特にスローフォックストロットなんて名前の通りスローなフォックストロットですからね。クイックステップだと多少かけっこみたいにしてスピードの安定感も求められるので、ね、もうちょっと駆け足も安定して速くということもありますけども、スローはゆっくりを競うようなもんですもんね。じゃあこういう感じで頑張りましょう。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。まあ、良い方のね、実例も示しましたけれども、私たちもちょっと慎重に踊っているせいか、あんまりスピードがないような感じがしないでもありませんでしたね。皆様はまあそういうカウントにしっかり合わせるということを理解されて、競技会、もっと目が覚めるような鮮烈なリズム、ビートに合わせてですね、踊ってみてください。必ずやね、これは好成績に、寄与するというか貢献すると思います。ではチャンネル登録もよろぴくー。